集合住宅集合住宅は一つの建物の中に複数の世帯が入居している住宅の形態。法規上は共同住宅と長屋に大別される。この最も古い例は古代ローマ時代のインスラと呼ばれるローマ人が住んだ大規模なアパートである。これは歴史的建造物としても有名である。その他古くからの集合住宅としては中国の八家のーが有名である。 19世紀のベルリンではミーツカゼルネという高層集合住宅がドイツ帝国政府主導の下で建設されている。世界初の公営の集合住宅はロンドンの LCC によるバウンダリーストリートである。マカオや香港、日本など国土が狭く人口密度の高い地域、あるいは各国の都市部で多く建てられている。また公営住宅の多くが 共同住宅の形態をとっている。日本では比較的規模の大きい鉄筋コンクリート作り、集合住宅をマンションと呼称する場合があるが、口実のように英語本来の表現ではない。なお、法令や国勢調査では共同住宅の語が用いられる。両、病院等とは用途によって、長屋とは全住戸が敷地から建築物内を介さずに直接出入りする。 携帯を取るか否かによって区別される。アパートメント北米で集合住宅を意味する最も普通の語。各世帯の区画を指し、建物全体を指すにはアパートメントビルディングなどと言い,い、日本で一般に使われるマンションはこれにあたる。アパート、アパートメントを略した日本独特の表現。規模の小さい賃貸物件に限って使う。 木造の建物には層の名称を用いていることもある。フラットダイラ、つまり各世帯が一つの木材橋に限定されているもの。イギリスや英,英連邦諸国でアパートメントの代わりによく使われる語。各世帯の区画を指し、建物全体を指すには複数型にする。マンション英語で大邸宅。英語では固有名詞としてマンションズと名乗る集合住宅はあるが、 一般名詞として、集合住宅を意味することはなく、マンションイコール鉄筋コンクリート作り集合住宅と理解されるのは日本独特の表現。コンドミニアム、共同管理を意味するラテン語から、分譲形式のもの、メゾンフランス語で家、建物。集合住宅という意味は特にない。語源は英語マンションと同じだが、大邸宅とは限らない。 タウンハウス二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入り口を有しているもの。長屋とも言う。テラスハウスと呼ばれる住宅もここに含まれるとしている。メゾネットフランス語で小さなメゾン。一個の住宅を区切って賃貸する。通常、括弧が複数回にまたがる。コーポ。 コーポレートハウスを略した表現で日本において主に鉄筋コンクリート作りや鉄骨作りのマンションより小規模の賃貸集合住宅の建物なに使用される。コーポラティブハウスの略という説もあるが一般的にそれとは無関係である。フルシチョフ化1960年代のソビエト連邦政府はこの形式の集合住宅をソ連邦内に数多く建設した。 低コストでパネル工法あるいはレンガで作られており3階から5階建てである。建設にはその名前にある通りに聞いたフルシチョフが監督している。もともとこの建物は成熟した共産主義によって住宅不足が軽減されるまでの一時的な住宅であると考えられていた。フルシチョフは20年以内に社会主義から共産主義に移行できると予測した。その後、 レオニード・ブレジネフは、各家族に、一人一部屋の確保と一部屋分の追加を、約束したが、今日も多くの人が古市ョフ下に住み続けている。プラッテンバウアルジに、旧東ドイツで建設されたプレハブ工法の、集合住宅。日本建築学会賞作品賞の受賞対象となった集合住宅作品を一家に示す。その他に、著名なものとしては、 以下のようなものがあるユネスコの世界遺産リスト登録物件となっている集合住宅を一家に示す住宅供給関連事業者制度構造建築用語その他ありがとうございます